会の対応を考えていきたいということを考えた次第であります。前原先生とお伺いします。とにかく今後検討されるということですので、先ほど申し上げたように、一つはやはり企業の実績に任せていただけではダメだ。したがってやはり制度の変更は必要だ。これは認められます。制度の変更。会社法則。内閣総理大臣、岸田文雄君。はい、その制度の変更、政治の、環境整備、これは大事だと思います。だからこそ、市場や競争に全て任せるのではなく、官民共同でそういった仕組みかけを作っていこう、こういったことを、繰り返しているのは、そういった点を、考えていることであります。時間配分はね、日銀総裁も聞いていただいているので、時間配分はありませんので、今回とずらっと、これだけ言いますけれども、安倍政権、第二次安倍政権から、租税特別措置っていうのはかなり増えたんですよ。かなり増えた。そして、その中で初めて作られたのは賃上げ税制と言われるものです。これが、3ページに書かれているものなんですけれども、正直言って、その、全体の青の濃いやつ、濃い部分が、これが租税特別措置、全体像ですね。そして薄い水色が、これが賃上げ税制度の減収部分ですね、なんですけども、赤の折れたグラフが激しく動いているように見えますけども、下が、一番下がマイナス1。